はい、ガッキーガジェットチャンネルのガッキーでございます。最近本業が忙しくてね、週1投稿が2週1投稿ぐらいになっちゃってたんですけども、4月からね、またふんどしを締め直して、できる限り週1投稿を頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。で、本日はなんですけども、前回ご紹介させていただいた、こちら Amazfit GTR ですね。これの新しい最新版で、こちら、ダダンと、AmazfitGTR ミニというのが新しく発売されましたので、こちら早速開封ご紹介をしていきたいと思います。これ箱すごいですね。 Up Your Game って書いてあって、何かゲームに特化しているスマートウォッチなのかななんていう風にも思ってしまいますけれども、おー、プン、おー。さらにここにもアップユアゲームと書いてありますね。で、取り出していくと、あ、軽っ。何これ、めっちゃ軽いんだけど。すげえな。ちょっと同梱物出していきたいと思います。はい、じゃあこちらが同梱物のすべてになります。まずこちら本体ですね。もうね、めっちゃ軽いっす、マジで。おっと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 。まあ、とりあえず後で見ていくとしまして、で、これが専用の充電のアタッチメントケーブルですね。まあ、もちろん、マグネットでくっつくタイプになっております。磁力も十分ですね。振っても落ちないです。そして反対側がタイプ A の接続になっております。そして分厚い説明書になっております。一応日本語もありますので、まあ、読まないとは思いますけども一応ついております。そしてこちらが本体ですね。もうね、本当に軽いです。びっくりするぐらい。こっちが AmazfitGTR4 ですけども、もうね、断然の重さの違いです。やばいぐらい軽いです。で、バンドはね、内側に入れる差し込むタイプのバンドになってますね。ちょっとバンドの質感はね、GTR4 の方がやっぱいいですね。まあ、ここら辺は価格差がありますので、致し方ない部分であると思うんですけども、バンドの質感はあまり期待しない方がよろしいかと思います。これ面白いのがね、なんかセンサーの背面部分もちゃんと色がコーティングしてあるっていう、結構おしゃれですよね。こんな感じでデザインもね、かなり曲面を意識しているデザインになってますね。でもペリペリを剥がしていきましょう。背面にもね、ペリペリがありますので、センサー部分のペリペリも剥がしていきたいと思います。でも早速ね、電源を入れていきたいと思います。お、入りました。AmazfitOS も Amazfit 独自の ZepOS というものが搭載されておりますので、まあ、ここら辺はね、前回ご紹介した AmazfitGTR4 と同じ OS になっております。で、まずは言語選択からですね。あ、すごいヌルヌルですね。一応日本語を選ん、一応じゃないな、日本語を選んで、ZepOS をダウンロードということで、スマホとね、ペアリングしていきたいと思います。その前にこのチャンネルの再生者のチャンネル登録率が なんとたったの 3.5% と劇的な数字となっております。ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、という感じでスマホとのペアリングが完了いたしました。で、早速装着しております。つけ心地は素晴らしいですね。で、まあ、ベルトを内側にしまい込むタイプなんですけども、まあ、今のところ違和感はないかなという感じでございます。まあ、何はともあれめっちゃ軽いです。もうつけてる感覚がしないですね。まあ、今まで Apple Watch Ultra をつけていたので、まあ、そのせいもあるかとは思うんですけども、まあ、それにしても軽くて薄いというか、装着感をあまり感じない、本当にミニのスマートウォッチという感じがいたします。で、まあ、設定としてはですね、結構ハードな設定で今回使用していこうと思っておりますので、まあ、健康モニタリングの心拍数においては、まあ、5分おきにカウント計測をして、アクティブ心拍数モニタリングもオンにしていきたいと思います。で、睡眠も全部オンにして、ストレスも全部オンにして、血中酸素飽和濃度の計測も常時計測というふうに設定をしていきます。で、通知とリマインダーも全部オンにしてやっていきます。で、まあ、文字盤は後で決めるとして、まあ、スマートウォッチ設定として自動起動の調整をオンにして、まあ、明るさはね、ちょっと明るめの設定にしていきたいと思います。で、スクリーンオン時間は10秒にして、オールオンディスプレイは終日ですね。手首を持ち上げて情報表示を終日、通知を表示もオンにしていきます。あ、自動起動は起動いじっちゃうとダメなんだ。はい、という感じで自動起動もこんな感じでやっていきます。
まあ、そして振動はこんな形で、バイブの強度は標準でいきたいと思います。 DND モードは自動で、スリープモードですね、これはスマート有効にもオンを入れておきましょう。まあ、装着したまま眠りにつくと自動的にスリープモードが有効になりますと。スリープスケジュールのスリープモード設定には影響しませんということなので、オンにしておきます。取り外しのパスワードはこれはまあこのままでいい。そして側面のボタンを長押しは運動に設定しておきます。まあ、こんな形で結構ハードなスマホの設定で今回使用していきたいと思っております。それではしばらく右手に Apple Watch Ultra、左手に Amazfit GTR Mini を装着して、でランニングするときはね、こちらの Amazfit GTR4 を装着して、センサーとか GPS とかですね、この3つで比較してしばらく使っていってみたいと思います。それではまた後ほど。はい、じゃあ今からこんな形で左手にAmazfit GTR Mini と GTR4、 右手に Apple Watch Ultra ですね、これでちょっとランニングしていきたいと思います。はい、GPS 測位のスピードを測りたいと思います。だいたい同時ぐらいに今 GPS 測位を開始しております。まあ、だいたい同じぐらいでしたかね。じゃあここからランニングしていきたいと思います。ランニング中の表示画面はGTR4 と GTR ミニほぼ一緒ですね。こんな感じで非常に見やすいです。そして今からトンネルの中に入っていきます。これで GPS がどう反応するかちょっと後で見てみたいと思います。はい、ということでですね、あれからしばらく1週間ぐらいですかね、使ってみましたので、私なりに感想をまとめていきたいと思います。まずね、気に入った点としてはめっちゃ軽い。まあ、今までね、結構ヘビー級のスマートウォッチばっかり使っていたので、まあ、こっちの Apple Watch Ultra ですとか Amazfit GTR4 ですとか、あとファーウェイですね、これなんだっけ、まあ、ファーウェイの一番新しいやつなんですけどもあとは結構ヘビー級のスマートウォッチばかりだったので、まあ、今回この Amazfit GTR Mini ですね、名前の通り軽量かつコンパクトなスマートウォッチの良さにちょっと改めて気づかされたなというそんな感じでございます。まあ、ベルトもね、まあ、ちょっと GT4 まではいかない質感ではあるものの、まあまあ価格相応納得できる質感かなと思いますので、おすすめはできるかなと思います。大きさもね、改めてこうやって比較してみると、まあ、一回りくらい小さくなってますし、厚みもこんな感じでだいぶ違いますので、この軽量かつコンパクトは非常におすすめできるかなと思います。まあ、あとはね、お値段以上かなと。まあ、このスペック、この機能性で、なんと 19,800円ということで、まあ、そして当チャンネルオリジナルのクーポンコードを Amazfit さんから発行いただいておりますので、まあ、そちらを使えばね、さらにお安くなります。10% オフで 17,820円で、購入が可能となりますので、まあ、でもこのクーポンコードはね、4月下旬までの使用期間限定となっておりますので、まあ、ご購入を検討されている方はお早めに、決断をするとお得になるといった感じでございますが、まあ、ご自身がね、納得した段階が一番欲しくなる時だと思いますので、まあ、当チャンネル含めですね、他のチャンネルでも Amazfit GTR Mini紹介動画が多数ありますので、いろいろと見てから、決定しても全然大丈夫だと個人的には思っております。あとはね、ぬるぬるサクサク、もうこれはね、当たり前のスペックになっているんですが、当たり前のところをこのぬるぬるサクサク感ですね、このサイズ感でやっているところが高評価ポイントではないかなと思います。まあ、小さくなってもね、変わらないこのスペック、これがね、結構重要ポイントではないかなと思います。であと持ち上げテントについては反応がワンテンポ遅い感じはちょっと否めないですね。一応標準モードと敏感モードっていうのがあって、これ敏感モードに設定はしてるんですけども、まあ、敏感モードでこれですからね、ちょっと残念なポイントかなと思います。あとはね、指紋がつきにくい、公式のホームページでも歌っているんですけども、結構指紋がつきづらいガラスコーティングになっております。
さすがにね、ハンドクリームがついた指とか出なければ、私みたいな40過ぎた親父の指で触っても結構指紋がつきづらい感じになってますので、これはね、非常にポイントが高いんじゃないかなと思います。あとはアプリが見やすいね。このアプリはね、個人的に前々から好きなインターフェースなんですよね。非常に直感的で見やすくて、内容も分かりやすくて、しかもね、Android、iOS 両方で親和性が高いので、これはね、本当非常におすすめポイント、高評価ポイントかなと思っております。で、あとは GPS 搭載でございます。しかも5サテライトシステムということで、5つの測位衛星システムと、あと GTR4 にも搭載されていたエンヘンパ測位システムをダブルで搭載しております。これはね、実際にランニングをしてみましたので、こちらをご覧ください。はい、ということでこれが実際にランニングをした時の GPS の測位精度になります。ちょっとね、ここら辺の精度がね、やっぱちょっといまいちなんですよね。かたやね、Apple Watch Ultra の GPS はね、ちゃんとこの道の上を走ってるんですよね。この水の上を走ってないというか、Amazfit はね、ちょっと道からずれて水の上走っちゃったりとかしてるんで、ちょっとね、やっぱ GTR4 と一緒で、このエンヘンパシステムっていう独自の測位システムを使っておりますけども、ちょっと測位精度においては劣るかなという、そんな感想でございます。ちなみにここがランニングの時に動画撮影したトンネルになりますね。Apple Watch Ultra ですと、こんな感じの表記になりますね。一応 Apple Watch Ultra は GPS が届かないところに行くと、この点点点表記になるようでございます。という感じですね。ちなみに心拍測定がこんな感じですね。Apple Watch がこれで、Amazfit の心拍計測のグラフがこれになります。そんなに差はないというか、ちょっとね、Apple Watch Ultra のね、グラフが見づらいというか、独自のグラフなので、なかなか比較っていうところでは難しいかもしれないですけども、概ね一緒なんじゃないかなと思います。ちなみにこっちの GTR4 はバイオトラッカー 4.0 を搭載しているみたいなので、一応価格に合わせて 4.0、3.0 と搭載を分けている感じになっております。で、あとはワークアウトモードは120種類以上ってことで申し分ない形でございますので、これ以上あっても使わないかなという個人的な感想です。あとね、睡眠分析がなかなか見やすい。いい感じになっておりまして、アプリからでも非常に見やすいんですけど、スマートウォッチからでもね、こういう感じで非常に分かりやすい表記になってますので、これは高評価ポイントではないかなと思います。さらに睡眠スケジュールを設定すれば、お仕事が夜勤で、昼間に寝る方にとっては非常に実用性のある便利な機能になっているのではないかなと思います。あまり他のスマートウォッチで今まで見なかった機能なので、これ便利な機能だと思うんですよね。そしてあとは簡易カード機能でございますが、これはね、 GTR4 から搭載されている機能になっているんですけども、これは全てのカードに対応しているわけではないんですけども、現状コード128、コード39および二次元コード、さらに直近のアップデート後で UPCAEAN13、 EAN8の3種類が追加されるとのことなので、まだね、全部をこの試したわけではないんですけども、結構使える機能として育ってきたんではないかなと思います。ちなみにクレジットカードとかそういう機密性が高いやつは受け付けていないようでございます。あくまでもお店のポイントカードとかそういったものの登録に限定されている感じですね。あとはサードパーティー製のアプリをインストールすることも可能になっています。これも GTR4 に搭載されていて、非常に便利で面白いと思っているところであるんですけども、現状インストールして使えるアプリとしては、計算機とか、カレンダーとか、あとちょっとしたゲーム系のアプリが、実用性があって楽しめるアプリかなと思います。そしてバッテリー持ちについてなんですけども、これはね、満充電で、3月30日の16時50分に満タン充電で使用を開始して、でバッテリーがなくなったのが4月3日の午前3時10分という真夜中なんですけども、寝てる最中にバッテリーが切れましたので、なので計算をすると4日と8時間かなぐらいのバッテリー持ちの結果となりました。途中ランニングをしておりますので、ワークアウト1回を含むと、そんなにめちゃくちゃ持つっていう感じはしないかなと思います。
これはあくまでも私個人的なハード仕様とレビュー動画撮影ということで、かなりハードに触りまくっておりますので、普通の設定で普段通りに使う分には、まあ、1週間ぐらい持つんじゃないかなというそんな感想です。まあ、ざっといいかなと思った点はこんなところでございます。で、あとはちょっと気になる点というか、まあ、スペック的なところになってしまうんですけども、音楽保存ができない、Bluetooth 通話ができない、音声アシスタントはない、あと急速充電ができない、あとは持ち上げ点灯がちょっと鈍いというこの5点ですね。あまり気になる点を強調しても仕方ないので、いいところを強調して、今回の動画を締めくくりたいと思います。まあ、2万円以下で購入ができる、まあ、サイズ的にもね、価格的にもお手軽で高性能なスマートウォッチをお求めであればですね、非常におすすめな一品だと思います。まあ、特にね、ウェブ限定の販売にはなってると思うんですけども、ピンクなんかはサイズとか色合いですね、女性にすごくおすすめではないかなと思います。まあ、当チャンネルは 95% 以上が男性視聴者なので、女性におすすめって言っても全然伸びはしないんですけどね。まあ、とりあえず当チャンネル限定のクーポンコードを使えばですね、10% オフで、購入することが可能になっておりますので、気になる方は概要欄のクーポンコードをですね、コピペして使ってみてください。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。何か気になる点、質問点などございましたら、コメントしていただけると、分かる範囲ではありますけども、返信をさせていただいております。またこのチャンネルが気に入っていただけましたらですね、いいね、チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。